おはようございます。夢人の夢人による夢人のための情報番組。土曜朝の気分は上上。カムイの日村です。よろしくお願いします。はい、ということで今日から11月でございます。11月、もう冬って感じの感じがする、うん、月的に言うとね、うん、月的にね、月的に言うとね、まあでも秋なんですよ、まだ秋なんですよ、はいはいはい。どんな感じなんかな、まだちょっと僕らは今実はまだその時にいないので、うん、どうなんかなと思ってるんですけど、多分きっとだいぶ涼しくはなってるんだろうなと思うんですよね、うん、はい。なんか今年の冬が逆に寒いらしいですよ。いやいや、うん、そんな、11月2日でございますけれども、はい、どんな日なんでしょうか。はい、ママセヒナの今日は何日、阪神タイガース記念日。おお、来た。はい、はい。1985年昭和60年のこの日、日本シリーズで21年ぶりのリーグ優勝をした阪神タイガースが西武ライオンズを破り、2リーグ化後初の日本一になった、うん、はい、日本シリーズ MVP を獲得したのはアメリカ人のランディ・バースだった、はいはい、この年は全国でトラフィーバーの社会現象が起きました、はい、で去年ね、うん、さらに何年ぶりの言うてね、あれ言うて、あれ言うてね、うん、なりまして、今年はちょっとあ連覇できんかったけどまあ僕はこの、ね、初めて優勝したっていう時が、うんうん、2リーグ制になって初めて優勝したね、うん、時は俺15歳で、11月2日言ったらもう受験勉強なすったのかとかあったわけですよ。ほ、うんだら、受験勉強夜中にやってんのけど、うん、あのその阪神タイガース勝った言うて、うん、あの家の前の道をラーコーラーシーにって叫びながらおっさんとかが行進しやがるね、うん、でブワーってまた上げてうるさいぞこっちは受験勉強してんのよ黙るこらバーン閉めたって、静かになったそんな思い出がございます、はいはい、えらい思い出やった、はいはい、まあね、喜ぶ人の隣にはね、うん、悲しむ人もいるしね、うん、はい、いろんな人がいるから、はい、受験勉強ね、はい、いいんだもんね、大変ですよ、はい、ね、はい、頑張ってね、はい、はい、そしてタイツの日なんか可愛いな、うん、大阪府大阪市港区に本社を置き、ストッキング、タイツ、靴下などの生産販売を行う株式会社 M&M ソックスさんが制定しました。これも大阪。多いね、大阪ね、最近ね。だから、弁天町ですよね、だから。そう。日付の11月は女性がタイツでおしゃれをするベストシーズンであること、確かにね、寒くなってくるからね、うん、そしてタイツは片足ずつ編んで、はい、後で一つに縫製されることかな、はいはい、形が数字の11と似ており、2つがペアであることから、はい、まあ、11月2日と。はい、あ、ゴロじゃなかったよね。なでも、ちょっとこじつけみたいなんですけどね。はい。で、タイツは一般的にストレッチ、サテン地やナイロン地など、伸縮性のある布地で縫製されるフィット性があり、もともと19世紀のフランスで舞台衣装として発明されたもので、そうよね、なんかあの白いタイツって、ああ、はい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 、その、うん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 、イメージかな。で、あの足のラインが見えるっていう。そう。はい、まあまあ、あのこっち日本では靴下に分類されてるストッキングよりも厚手のものはタイツって呼ばれてたりとか、いろいろあるけども、まあ国外ではもうそんな区別はないみたいでございまして、うんうん、はい、まあ、ストッキングと比較しては耐久性に優れたり伝染しにくいとか保温効果があるなどなど、そういうものがあるそうでございます。はい、私はタイツ履いたらちょっと最近買い替えなんて感じであんまり履かなくなっちゃった買い替えてない、あのなんかかゆうなんのよ、履いてたら あったかくなりすぎるとなんかこうざわざわしてくるみたいな、生地的に、そうそう、ナイロンとかなのかな、はいはいはい、なんかこうそのタイツとこのスカートとかと、うん、で重なったら、はい、もうあっちこっちかゆくなって、なるほど、まあ、静電気もね、うん、出るやろうしね、なんかもう高いってなるから、それも履いたことあるってこと、いろいろなんか寒いから履く場めっちゃやっとったんやけ ど、あの高校生とかの時はおしゃれは我慢やって言って、うん、寒くてもミニスカでってやってて、うん、で一時はもう寒すぎて無理ってなってタイツを履いて、はい、でも黒は履きたくなくて、うん、みんな一時流行ったやん、みんな黒タイツみたいな、うん、あ、はいはい、面白くねって言ってカラータイツを履き、なるほど、である時から買い物が高くなってみたいな、はい
みたいなのでタイツは長いお付き合いでございます。俺もだからあの保育園の時はなんか冬に、うんうんうん、あるね、タイツ、それこそ白いタイツね、そうそう、白いやつね、うん、はい、でもなんか、あのなんかやっぱり女の子の履くものっていうイメージがやっぱあって、確かにあの、うん、4つとか5つだったんだけど、うんうん、なんかすごい履くのを嫌がってた記憶はあるな、ちっちゃいなりに。でもあの外寒いから履いたら暖かいから、うん、進んで履くようになってましたね、途中からね、はい、それこそ今なんていうの、あの何け、捨ててこ、男性用のタイツじゃないけどさ、うん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 、スパッツみたいなやつも多いから、はいはいはい、みんな履くの増えてきてるかもしれない、ね、そうですね、スパッツとか比較的ね、うん、あのフィットネスのあれとかでも履いてきてますからね、うん、まあ、なんでしょうね、男としてはもうタイツと言われたらやっぱ網がいいなという感じ、はい、小さめ、大きめ、大きめ、何の話何の話やもんっていう感じですけども、はい、あんまり掘らんようにして、はい、さっさと次行きたいと思います。そうですね、はい、終わり、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。はい、この流れでこの作品に行くのはちょっとかわいそうかなと思うんですけど、はい、行きます、シネマどんぶり。今日はですね、はい、映画「悠々の君へ」という作品で、監督のですね、福原ののか監督にインタビューさせていただきました、はい、まあ、あのどういう作品か、というのは、まあ、ちょっと予告編と、インタビュー、まあ、ご覧いただきたいなと思います。はい、それではシネマどんぶり。隠れて手を洗い続けるいうのが気になっていた。大丈夫？ああ、大丈夫大丈夫。心の奥底にしまった言葉があるんだけど。ねえ、誰か話したことなかったから。誰も知らない私の毎日。悠々の君へ。はい、それでは、今日はですね、悠々の君へという、映画の監督でいらっしゃいます、福原ののかさん、ののか監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず監督からですね、はい、この作品について簡単にご説明をお願いしたいと思います。はい、この作品は強迫症という、精神疾患をテーマに描いた高校生の2人の女の子のお話なんですけど、私の実際の高校時代の経験をもとに、描いた話になっております。2人の高校生が主人公なんですけど、普通に馴染めない春ということ、あの普通の輪にこういることにこだわっている有能という子が出会って、いろいろ一緒に過ごす中でこうちょっとお互いの孤独に寄り添い合っていくっていう話になっています。はい、そうなんですよね。まあ、悠々というあの、はい、タイトルの漢字がね、その最初の悠って、悠久の悠っていうのが、まあ、春ちゃんの春という漢字になっていて、はい、もう一人の悠のちゃんの悠が優しいという感じなので、まあ、これで悠々のっていうことですよね。はいはい、そうです。はい、はい、まあ、あの今ねご自身の、経験があってということではあるんですけど、はい、これあの映画という形にしようと思ったっていうところはどういうところからなんですかね。なかなか強迫症ってこう実際どういうものなのか知られていないというか、あとこう、うん、勘違いされやすい部分があって、実際にしんどい部分とかを映像っていう形で伝えられたら、こう見ている人もあこういうものなんだっていう風に分かりやすいかなって思ったのと、大学時代に映像制作を勉強していたので、当時の同級生の子とかがカメラをやってたりとかしたので、あの映像で作品にしてみようかなっていう風に思いました。今回そのスタッフとして参加してくれた人、はい、やっぱその辺の昔の同級生とかの皆さんが
そうですね。そもそもまず脚本ができた段階で、大学時代お世話になった先生に見せに行って、で、そこでアドバイスをもらいつつ、当時の友達に声かけてみたらっていうふうに言ってもらって、なので、はい、スタッフは全員大学時代の友達。まあ、ご自身の体験があるだけに、絵にはこだわりが逆にあったりとかしたんだろうなと思うんですけど、撮影上でなんかすごい苦労したこととか、難しかったこととか何かありますか？手洗いのシーンがあるんですけど、そのシーンを撮るときに、こう、実際私がどういうふうに洗っているのかっていうのを見せて、同じようにやってもらうんですけど、ちょっとやっぱり私にもこう、まだ恥ずかしさみたいなのがあって、こう、こんな変なことをしてるのを見て気持ち悪いって思われないかなとか思いつつも、でもここをしっかり分かってもらった上で撮らないとなんかダメかなと思って、と私自身もそういう自分を出さなきゃいけないっていうなんか恥ずかしさもありながら、でもみんなで作品ちゃんと撮りたいっていう思いでやってました。腹据わらないとなかなかね、そこって難しいと思うんですけど、でもやっぱりこの強迫神経症っていうのを知ってほしい、その苦しんでる人がいるってことを知ってほしいし、どういうもんだってことを知ってほしいっていう思いで頑張って作ったっていうことなんですよね。そうですね。強迫症が、発症してから病院に行くまでに、平均で7、8年あるって言われてそんて、なにかかってるんですか？そうなんですね。ほとんどの人が、まず最初に隠そうって思って、自分でどうにかしようって思い続けて、どんどんこう時間が過ぎてって、もう自分ではどうしようもないぐらいまで悪化してしまうってことが多いらしくて、それを知ったときに、あ、もうそんな時間がなくなればいいなと思って、こう、恥ずかしくて誰にも言えないものじゃなくて、こう、そういう病気なんだってことがもっと知られて、こう、し、あの、あ、やりすぎてるなとかやめれないなって思った時にすぐこう病院に行けたりとか、周りの人に相談できるようなぐらい、この病気が知られてくれ、も、知られるようになったらいいなと思ってなるほ作ど。りました。病院には行かれたんですよね、ご自身も。そうですね。病院に病行っ院行ったての。だいぶ楽になった感じなんですね。そうですね。こう人に話せたってことがすごく大きくて。そこで、こう、自分が病気だってことを、こう、ちょっと客観視できるようになって、こう、今まではなんでこう、やめられないんだろうとか、こんなことしなくていいって分かってるのに、なんで変われないんだろうって思ってたんですけど、こう病気のせいなんだって思ったら、ちゃんとこう、治療していかなきゃいけないものなんだなっていうふうに思います。ちなみに治療ってどういう感じなんですか？なんか一応今やられているのは、薬と薬を飲んで不安を下げたりとかしながら、行動療法っていうのをやるように、不安に耐える訓練みたいな感じなんですけど、なるほど。私の場合だったら、こう、肘までいつも手を洗ってたんですけど、それを腕の半分までにしてみるっていう目標を立てて、なるほど。はい。で、その後に、こう、全部こう、表に書いていくんですけど、腕まで洗った直後の不安がどれぐらいかっていうの、80%とか。で、メモして、どんな気分かとかも書いて、それがこう、10分、20分、1時間っていう、どういうふうに下がっていくかっていう不安。それを全部こうメモして、っていうのをもうひたすらちょっとずつ繰り返して、なるほどね。あ、なん可視か、化するんですよね。頭のそう中でです感じてるだけじゃなくて、可視化することで、あ、そっか、ここまで我慢すれば大丈夫だっていうのを自分で確認していくってことなんですよね。そうですね。いや、だから、やっぱね、そうだと分かれば、変な話、さっさとね、治療してしまえば、だいぶ楽になったりとかね、できるんですそうけでどね、すね。なかなかそう思ってなかったり、自分がそうだと思ってなかったりした場合には、なかなかこう、私が変なんじゃないかなって思ってる人の場合は、かえってこう自分を苦しめることになりますからね。そうですね。はい。もうぜひね、この作品をきっかけに、はい。気づいた人が、まあ、あるいは周りの人がそれに気づいてあげることができてもいいし、ご本人が気づいたりとかすることがあって、まあ、早く病院に行ったりして、みんなが
そんなね、不安を持たないでいいような感じになればいいなと思うんですけど、じゃあ特にこの作品の中で監督がここは見てほしいっていうところはどこでしょうか？映画の、後半部分になるんですけど、春というのが二人で海でこう話しているシーンがあるんですけど、そこでこういうのが初めて自分の悩みを話した後に言うセリフで、一度気になったものを気にしない、気にならなくなるのは無理だっていうので、できるのは気にしないように意識し続けるだけっていうセリフがあるんですけど、そこが私的にずっと思ってきたことで、強迫症は、の一番こう孤独に感じてしまう部分が、その一回気になってしまったものを、もう元には戻れないっていうか、周りの人みたいに気にしなかった時の状態には戻れないっていうか、そういう部分が、こう、強迫症の苦しい部分かなと思っていて。実際私も症状がこう良くなってきても、気にしないように常に意識していて、それがなんかこの病気の、感知するっていう状態がこう、ちょっと難しいところなのかなって思って。精神的にこう安定してるときははい。こう抑えられるけども、うん。ちょっと不安定になったりとかすると、ちょっとはい。になるのが大きくなっちゃうみたいなこともね、きっとあるんでしょうね。それでは、そろそろお時間になりましたので、ここからですね、皆さんに、メッセージをお願いします。この映画は強迫症をテーマにしてはいるんですけど、その病気のあるないに関わらず、いろんな人にちょっとずつ共感してもらえる部分があるんじゃないかなと思っていて、学生時代にじゃなくても大人になってからでも、こう、誰にも言えない悩みがあると、すごくこう孤独な時間を過ごすことになって、でもなんかその時間って自分しか知らなくてみたいな感じで、私はなんかその時間がいつか自分が忘れたら消えてしまうのかなっていうふうに思って、こう作品として形に残して、で見た人たちのそういう一人だった時間もこう一緒に残せたらいいなと思って、この映画を作ったので、いろんな人に見ていただけたら嬉しいなって思ってます。ちなみにそれちょっとインタビューの中で聞いてなかったんですけど、これ神戸で全部撮られてるあ、そうですね。全で部すよね。神戸で。はい。ね、だから神戸のね、美しい、うんうん。街並みや、景色や、そして海っていうのもね、出てきますので、そういうところも含めてですね、見ていただければなと思うんですけれども。ということで、今日はですね、映画「幽遊の君へ」の福原ののか監督にインタビューさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。もうお父さんみたいな気分になってきなんてかさ。いつものインタビューよりも声のトーンがすごい優しかったよ。次はみたいな。もうなんかさ、なんていうかな、もう本当にインタビューしてる際には、あ、俺なんか今日お父さんみたいな気分でなんか聞いてるなっていうか、いつものなんか監督っていう感じで喋ってるんじゃない気分でなんかやってたん声でにす現けど、れてましたよ。そうなったんですけど、まあそうなんですよね。だから実話を元にしてるというか、自分のね、経験、実体験を元にした作品ということで、でもやっぱり思いが強いんですよね、すごいね。やっぱりご自身が苦しんだことを少しでもそのたくさんの人に知ってもらって、同じ苦しみでね、苦しんでいる人を少しでも楽にできたらっていう思いで作られた作品なので、ものすごくね、思いが詰まってるんですけど、実はね、なんとですね、びっくりしたんですけど、クラスメートみたいな、あれ全部監督の友達やってる。いや、だからめちゃくちゃ若いのよ。だって高校生にしか見えへんかったよ。で、演出がうまいんかなと思ってて、みるなんていうの、2人が教室いて、そこへ入ってくるなんか友達がなんかすごい生き生きとなんかなんていろんな話して、わちゃわちゃって感じでこう通り過ぎていったりするか、あれ全然演出というよりなんかこんな感じ、まあなんか喋って。
って入ってみたいなんでやってるだけでっていうことやんだけど、めちゃめちゃうまいのよ、うん、ナチュラル、超ナチュラルに、ただの高校生にしか見えない、高校生だったぐらいの、いや、だんだん行ってはるんでね、はい、うん、ちょっと、はい、びっくりしたかもしれないですけどね、はい、あの、そう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 、うん、あの、主人公の、うん、あの脅迫症の方の子じゃない、はるちゃんの方の女優さんがお友達で、うん、で、一緒にお芝居の勉強やってる人が、その、うん、ゆうのちゃんの方をやってらっしゃるという、うん、まあ、だから本当に、あの、ご自身のお仲間で作ったっていうね、作品にはなってるんですけど、はい、なんか演技というか、うん、その、なんか普段から仲良しみたいな、うん、なんていうの、そのお互いその状況を見て仲良くなっていくけど、うんうん、仲良くなっていき方とかがね、うん、ちょっとリアルな感じもあるから、はいはいはい、それを見てて割となんか丁寧に芯を重ねてるって感じなので、うんうん、はい、あのだからものすごい急展開があって、なんかすごいアップダウンがあるとかいう話では全然ないんですよ、うん、急に仲良くなったやとか、はい、急にわーみたいなのじゃないけど、すごい丁寧よね、そうそう、だからカットだからだからそのなんていうの、アップダウンがあるか言ったらないんやけど、うん、あの割とそのお互い抱えてるものがあったりとかするので、うん、その抱えてるものもね、うん、あのが、まあ、はるちゃんもはるちゃんであったりとかするそう、ね、はい、のがあるので、うん、まあ、その2人が、まあ、逆に言うとね、そのそういうはるちゃんだからこそ見つけられたっていう、うん、1人でいるっていうところがあるからこそ、こうゆうのちゃんの何か違うんじゃないっていうところを見つけられた、ね、あのしっかり描かれてたりとかするので、あのなんて言うんだろう、あの、まあ、監督も言ってましたけどね、あの、決してその、その脅迫症だから脅迫症の関係の人を見てとかっていうより、うん、まあ、その青春の人も、うん、あの、まあ、として見ていただいても楽しめる作品になってるんじゃないかなと思います、うん、はい、はい、ぜひたくさんの人に、ね、うん、ご覧になっていただきたいなと思っております。でこちらの作品がですね、11月9日、来週ですね、来週よりシアター7で、11月30日より元町映画館、うん、はい、そしてですね、アップリンク京都でも11月中に公開になるそうですが、ちょっとまだ日程が出てないみたいなので、はい、なので、京阪神では見ていただくことができるという感じになってますので、ぜひ、ご覧になっていただきたいなと思っております。はい、ということで、映画悠々の君への、福原のどか監督のインタビューでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、月一、月一男がやってきます。やってきます、やってきます、はい、みりんですか。いやー、みりん、バラコ、ま、もういいわね。いやもうなんかあれちゃう、バラコ食べ過ぎてまたあのなんか元気になってんちゃう。あ、うん、あの、うん、その元気な勢いで今日は何の話をしてくれるのか、はい、楽しみにしておきたいと思います、はい、それではどうぞ。はい、皆さんこんにちは、今月の中島校長の研究発表です。よろしくお願いします。で、今日はですね、ちょっとあの研究発表というよりかは私の、自分の宣伝をですねさせていただきたく、お時間をいただきたいと思います。で、私ですね、この度11月の28日からですね、名古屋の笹島スタジオというところ、名古屋駅からですね、まあ、大体20分ぐらい行ったところにあの芝居小屋があるんですけど、そちらの方で、舞台をやらせていただくということで、まあ、そちらの原案の方を書かせていただきました。で、この、まあ、物語がですね、まあ、フィリピン人のお母さんと、まあ、その日本人と何で生まれた娘のとの、まあ、この日本でどうやって、まあ、母と子がぶつかりながら、生きてきたかっていうことをですね、まあ、ストーリーとして書いたんですけど、まあ、そもそもこれをやろうっていうきっかけになったのが、まあ、私のフィリピンパブジョン社会学という書籍と、まあ、映画をですね公開しまして、まあ、その公開して
時に結構周りのフィリピンの人からこれ私の話と一緒だよっていう話を結構聞きまして、あじゃ あ, あのやっぱり僕もですね、あの今フィリピン人の妻と国際結婚して子供を育てているんですけど、まあ、やっぱりその自分たちの話を今回は映画にしていたんですけど、このいった先輩たちがいるから、まあ、自分たちっていうのは結婚できるっていうことを、まあ、改めて再認識しまして、何か作品できないかなっていうところで舞台をやってみないかっていうことで、まあ、舞台の方をですね、まあ、原案というものを書かせていただきました。もう完全書き下ろしででしたって、僕が大学院の頃から、ずっと研究したりとか取材したりとか、まあ、約15年近くですね、まあ、やってきた、まあ、集大成をですねこの度、舞台にさせていただきたいと思います。で、主演はステファニー・アリアンさんで、こちらもフィリピンパブジョン社会学の、メインのキャラクターの友達役ということで出ていた、アキちゃん役で出ていた方が、まあ、主演をしていただきまして、まあ、その他にも、いろいろと役者陣、練習して、頑張っていい作品にしていきたいと思いますので、ぜひ見てほしいと思います。そして、まあ、ちょっと今回はですね、名古屋から発信ということなんですけど、まあ、これ反響が大きかったらどんどん来年以降は全国行こうっていう話もあるので、ぜひ応援してくれたらなと思います。はい、今日はちょっと告知になってしまいましたが、今月の研究発表を終わらせていただきたいと思います。で、今日のですね、まあ、今月のですね、私の結論というか研究成果というのはですね、子育てって大変だなということで、まあ、その子育ての大変さをですねこの舞台の中でも表していますので、はい、ぜひ見に来てください。もう大変ですけど、大変だからこそストーリーになるんだっていうことをかみしめておりますので、よろしくお願いします。以上になります。またね。はいはいはい、なんかまただから新しいことにチャレンジしちゃったってことですよね。すごいね。はい、あの原案だから、フィリピンパブジョンの社会学から、うん、まあね、要はその日本で生きる、うん、人たち、もしくはハーフの人とかそういう、うん、人を、描いた原案を書いて、うん、舞台化したと。すごいね。はい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 。と面白そうやね。ね、はい、すごい。でしかもね、あの主演やってる、うん、ですね、名前が、ステファニー・アリアンさん、うん、ね、彼女は実はあのフィリピンパブジョンの社会学の、うん、あのヒロインというか、うん、ヒロインの、あの市宮アデリアちゃんがやってた、うん、ヒロインのお友達というか、あの、うん、職場仲間で出てきてる女優さんなんですよ、うん、そういう人が今度は主役をやってる感じで、僕もあの実はあの舞台挨拶で大阪でお会いしたことあるんですけど、うんうん、非常に綺麗で、しかもあの流暢な日本語喋られるんですけどね、うん、はいはい、でも英語の方が得意って言ってました、うんうん、はいはい、まあだから彼女がまたどんなね芝居をされるのかすごい楽しみですし、もう出てる人を見たらもう名前がもうあのカタカナ混じりの人ばっかりなんで、はい、いろんなそういう、うん、なんですか、あのハーフというか、うん、の方が出演されてる舞台になってるみたいなので、はい、これが名古屋ですね、うん、名古屋市中川区、中川、はい、あのね、笹島スタジオっていうところで、ね、うん、やるんですけど、これがねすごいんですよ、大波線の笹島ライブ駅っていうのがあって、もうだからそこを降りたらそこっていう感じに、まあ、ちょっと距離はあるんですけど、そんな感じみたいですので、11月の28、29、30、12月1日ということで4日間、はい、平日は夜ですね、で土日に昼夕方みたいな感じでやる形になるみたいなので、ぜひ今からね、あの予約したらちょっと安くなるのと、うん、あのなんかパンフレットありとなしでちょっと金額が違ったりします、うん、まあ、よかったらパンフレットも、ね、買っていただいて、という感じでございますね。はい、はい、という結局何番宣番宣、はいはいはい、ということみたいです。はい、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。来月何やろうな。来月また、なんかクリスマスバロットみたいな。やばいよ、もうバロットはもうお腹いっぱいです。はい、はい、話置いといて、はい、中島交渉から中之島映画祭情報いきたいと思います。はい、はい、せーの、西蔵野さん。はい、西蔵さんでございます。はい、はい、さあ、ネタあんの？
ない。今ちょっとね審査ずっとしてて、あ、なかなか審査でもう脳みそが。え、じゃあちょっとひなから一個いいですか、はいはい、ずっと聞こうと思ったんですけど、はい、中之島映画祭って、うん、そもそもあのなんで始まった、なんできっかけ、あ、はいはい、あの中之島祭りは今何回、今度で2回、52回で、はい、映画祭は22回が終わったと、次23でしょ、はい、ってことはそのまあ何かあった30年があってここに変わったっていう、ね、その辺のちょっと歴史的なものを知りたいなと。あ、わかりました。なんか腕だったみたいな。まあ中之島祭りは、うん、まあ、中之島公園でやってるんですけど、うん、そのまあへそと言えるあの中央公会堂を中心にやるんですけども、うんうん、中央公会堂の大集会室を借りないと前が使えないんですよね、うん、なるほどなるほど、はい、だからいつも借りてたんです、うん、あ、なるほどね。で、なんかできへんかって今までいろいろやってたのが、うん、ジャズのコンサートであったりとか、大阪面白博物館みたいなとかいろいろやってきたんですけど、コミケもやってましたね。はい、コミケ、あ、コミケもやってましたね、あ、はい、あ、上の中集会室で、はい、あのコミックマーケットで、あのコスプレイヤーとか、うん、まあ当時はコスプレイヤーなんじゃないけどね、はい、言葉はね、うん、でまあそういうのでいろんな企画やったんですけども、うん、あのどれもこう続くものではなかった、うん、一回やったら終わりみたいな感じになってて、うん、であの中央公会とかリニューアルして新しくなって、はいはい、で新しくなったし次何やんねんっていう時に、うん、あの映画祭やったらどうやって何気なく出て、まあ、僕もいましたし、うん、映画好きやし、あ、いいんちゃうって、うん、でも誰がやんのって言って、ね、うん、なんせノウハウも何もなかったですから、はいはい、やったことなかったんで、うん、で、ある、まあ、最初に中之島映画祭を始めたのは松井っていう男なんですけど、彼が、まあ、大学の先輩に中之島祭りに連れられて、うん、あの、いや、あの、怪しくないから、怪しくないからって祭り後やと、そう、祭りちょっと事務所来てくれるか、うん、って連れて行かれて、うん、余計怪しいやとか思ってたらしいんですよ、うん、で、そこで、あの、その先輩っていうのが、うん、その松井くんを、うん、今度中之島映画祭をしてくれる松井くんですって紹介したらしいんですよ、いきなり。おうおう、本当はその当時の実行委員長が、うん、ありがとうと言って手を握手握られて、うん、断るに断れないやんみたいな雰囲気で騙されたって本当思ったらしいでもその松井くんが、うん、そのまあ、やるんやったらちゃんとやろうっていうので復帰して、うん、ノウハウを、まあ、どうやって作品集めたらええねんってどんな風に、うん、あの、まあ、上映会は今まで彼も何回もやってきたとは思うんですけど、うんうん、こういうでかい規模の中大集会室みたいなのやったことなかったんで、うん、まず作品集めどうするか、スタッフどうするかとか一からでも作らなきゃいけない。なるほどね。だって当時はそのネットもそんな発達してないでしょ。そうですね、23年前ですから ね、はい、だから2001年、まあちょっとインターネットでホームページがちょっと出てきたかなとかいう頃の話で、で、まあ、彼はもう自分の足でいろんな上映会に足を運んで、うんうん、面白いと思った作品に監督さんに中之島映画祭に応募しませんかって言って一個一個口説いていたり、うん、足で、はい、まあ本当ね、うん、今ではね、あのこう中之島祭りの中でも名物企画になって、うん、23年も続いてますけど、うん、最初はほんまちょっとなんか やばっていう状況で始まったでもすごい、そんなにそんだけ23年も続く。そうです ね、やっぱりそこは受けられてるもんね、はい、もちろん松井君の努力もありますし、うん、その後続いた、まあ、僕も含めてですけど、まあ、中之島映画祭をやろうぜっていう人が集まってきてくれたことと、うん、あのたくさん あのクリエイターたちが、うん、あの作品を提供していただいたおかげだと思います、うん、でやっぱり23年も続いてくると、うん、やっぱりね、まあ、応募される方も安心感があるのか、23年続いてるっていうのは、まあ、詐欺じゃないですからね、詐欺じゃないですからね、はい、そんだけの実績がね、はい、だから本当これ言ってよかったのかな、いい中之島映画祭だとは思ってるんですけど、うん、始まりは結構詐欺っぽい、はいいやでも始まりはみんなそうです
そうですね、やっぱりね、うん、そう続けていくことがすごく大事だなと。で続けていくとより面白くなってくるし、うん、あのその面白さをあのもっともっと多くの人に広がっていって、うん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 、23年、まあ、もうちょっと四半世紀、うん、50回までやるぞとかね、いう風になったんだなと。まあ、あのこれは本当に言えることだと思うんですけど、あの絶対言えることなんですけど、やっぱね一番最初が一番大変。大変ですね。だから、はい、第一歩を踏み出すか踏み出さないかなんですよ。だから踏み出したら2歩目出るんですよ、うん、だけど一歩目がなかったら2歩目ないんですよね。だから一歩目踏み出したってことがやっぱり素晴らしい。素晴らしい、ね、まあ、それをねやりきった松井さんって素晴らしいなっていうところです、はい、なるほど、ありがとうございます。すみません。またネタ来てきますね。なんかみんなもね、こう、はい、映画祭についてでもね。なんか質問あったら、うん、あのどうぞ、はい、あのコメントでも何でも投げてもらえれば、はい、あのすごい助かるはるんで。いや、まずね、審査中はね、その作品については一切言えないですからね。言えないですからね。いい感じに進んでますか？面白いですよ。面白い作品が来てますよ。今年も。盛り上がると思います。はい、はいはいはい、ということで、中之島映画祭情報でした、はい、ありがとうございました。さあ、夢人情報でございますが、はい、11月入りました。入りまして、ひなちゃんどうですか現状。今ちょっとお知らせできるものが今手元になくて、はいはい、この収録時点では、はいはい、なので、まあ、おそらく何か入ってるとは思うので、うん、12月にもあったりはするので、はい、また解禁できるタイミングに、うんうんうん、なってたら X に出てるし、まだだったらもうしばらくお待ちくださいませ。はいはい、何かある話は来てるので、はい、また X 見といてください。お願いします。はいはい、こちらあのあれですね、映画の、うん、上映情報で言いますと、はい、前回、うん、ご紹介させていただきました、平家物語、うん、諸行無常セッション、うん、こちらの方がですね、11月9日来週ですね、来週土曜日より、元町映画館にて公開始まりますので、はい、まあ、関西、大阪、京都は、10月のうちから始まってるんですけど、元町は、11月9日からになりますので、はい、まだご覧になってらっしゃらない方はぜひね、64分なんで、はい、あのぜひ なんていうか、あのうなりのシャワーを浴びてみてください、うん、すごいですよ、うん、劇場で見ない。いや劇場 でしかも元町でしょ。あの結構あの80席ぐらいあって、うん、まあまあスクリーンもでかくて音もすごくいいので、うん、あそこで見たらだいぶあれやろうなと、うん、まあ、もちろんあの7ゲーとかもね、あの100席ぐらいある結構でかいところでしっかりしたあれなんですけど、まあ、元町は元町ですごいいい感じになると思うので、はい、ぜひ、9日、興味ある方は見に行っていただきたいと思います。はい、はい、皆さん、再び、こんにちは。また、すいません。たびたび出させていただきました、中島です。先ほど、経験発表ではですね、あの舞台の方の告知をさせていただいたんですが、この度ですね、フィリピンパブジョの社会部、映画の方が、まあ、1周年ということで、私の地元、愛知県春日井市の近くにあるミッドランドシネマ、名古屋空港と、ミッドランドシネマスクエア、こちらはですね、名古屋駅の目の前にある本当に立地がすごいいいところにある映画館があるんですけど、そちらの方で1周年ということで凱旋上映ということをさせていただくことになりました。日にちはですね11月の8、9、10と、こちらは3日間は、名古屋空港の方で、やります。そして、10日は、名古屋駅前の方でもやりますので、ぜひお近くの方、まだ見てないよっていう方、どうしても見たいよっていう方はですね、そちらの方に足を運んでいただいたらなと思います。毎回ですね、私原作者なんですけど舞台挨拶をすると。そしてもう、はじめミッドランドシネマさんで、フィリピンパブジョの社会部公開していただいて、まあ、家が近いということでですね、毎週毎週舞台挨拶に行っていたらですね、だんだんお話が上手ですねということで、全国各地ですね、フィリピンパブジョの社会部、いろんなところで公開させていただいたんですけど、まあ、それだけお話が上手なら、舞台挨拶来ないかということで、原作者なんですけど全国各地舞台挨拶に行ってきました。1年前の私と1年後の私、どちらの私の方が話がうまいかということも見に来てください。では皆さん待ってます。劇場でお会いしましょう。はい、そうしてですね、まあ、私の方のコモルト、あれ
をまず6日です、水曜日、今週です、はい、今週、次の水曜日ね、次の水曜日の、20時45分から、友の上下、そして、18日金曜日が、19時30分から僕だけのフライミートゥーザムーンと大きな気になりたい、そしてですね、11月28日木曜日、が、18時15分から、友の上下ということで、それぞれ、マテリアル、ムービーズカフェマテリアル谷町の、ショートムービータイムの方でやっておりますので、ぜひご覧になっていただきたいなと思います。まあ、マテリアルのね、ショートムービーフェス、第2回の募集をやってまして、もう、11月はもう募集終わってるのか、で今ラインナップ決めてるところになるかと思いますね、はい、席数少ないですけど、スクリーンが結構でかくて距離が近いから迫力はすっげーあるんですよね。まあいつも言うんですけどね、やっぱスクリーンってその場所の大きさとそのスクリーンの大きさの比率の問題なんですよね、であそこいいのが壁一面なんですよ、いっぱいいっぱいまでがスクリーンなので、だから逆にすごく大きく撮れるシーンで、でスクリーンの距離までがめちゃめちゃ近いですよね、はい、どの席から見ても5メートル以内に見える、はい、すごくいいですし、あと音がね、狭いからこそすごい反響してすごくいいんですよ、はい、なのでぜひそこでトモロ見てください、はい、という感じでございます、はい、はい、以上夢人情報でした、ありがとうございました。はい、ということで、なんとか息切れすることもなく、エンジンまで来た感じなんですけど、はい、11月になりましたよ、はい、ね、大変ですか審査、はい、いやでもやっぱり大変ですけど、うん、楽しいですね。ね、はい、色なんですね。作品見れるんでね。たまらんっていうのも多くありますし。まあまあそれが楽しいです。またね、来年5月に見れますか。はい。楽しみ。えりすぐられたですね。ぜひぜひ。はい。はい。ひなちゃんも年末に向けて。皆さん年末に向けて動き回ってます。動き回ってる。はい、もうあれやで、サンタコスは用意してて、サンタコスね、もうなんか毎年いろんなのするから、4、5着ぐらいいいなって、北を押してで、新しいものを買おうと思います。こんなことに変える、やばえ、じゃあこれ買ってくださいって毎回出したらいいよ事前に次これがいいなってそうそう、いろいろとネタ食っときますんで、はい、皆さん楽しみにしておいてください、はい、そうそう、もうあと1ヶ月後ぐらいの話、若かりし頃の楽しみをね、ずっと引きずったものだと思ってます捨てれなくて、いやもうだから12月は全部サンタコスです、やばー、めっちゃ楽しんでるやん、毎週変わっていくやん、どうなんですか、視聴率めっちゃ上げてな、なんでいや、ま、500以上回すのはもう金比でファン見てやファンじゃなくてもいいやはい、まあ、置いといて、はい、まあ、そんな風にね、いろいろちょっと変化も出すね、はい、楽しんで僕いつもやっていきたいと思う、はい、はい、まあ言うたら僕らにしたら初めての年末をこの番組で迎えますから、ね、はい、年末年始どうなるやろ、いやどうなんやろね、うん、昨年の話聞いたんですけど今年どうなるやろ、そう、前の企画っていうか前のね、あれやったらたまになんか年末年始でゲームやってるだけの映像を流してでも楽しいと思う、それもちょっと番外編でね、そうそうそう、いいかもしれへん、なかなかね、面白かった、上にカメラつけて、でこうやって、みんながこうやって、楽しそう、とか言いながらなんかやっていく、なんかこの女も交えてやろうか、同窓会に、同窓会にお願い、トランプかな、マージャン、違う、ドンジャラにしてくれる、あドラえもんにしてくれる、ドンジャラ、ドンジャラ持ってたの。はい、まあまあまあ、という、ネタでちょっとつないでみましたという話ですね、はい、はい、ということで今週はこれで終わりたいと思います、ありがとうございます、ありがとうございました、また来週。